まさか行くつもりじゃないだろうな。ちょっと待って。なら好きにすればいい。私は知らん。うん。さあ、じゃあゾンビ U の続きやっていきたいと思います。ゾンビの反応が今出てる。正面方向、ちょうど扉を開けた先ぐらいかな。俺は一体だけか。おそらくこの前ネットワークの設定をやり直して、まあいろいろといじっ、失礼、ちょっとネットの設定をいじって、ちゃんとネットに繋がるようにしたんですよ。今まではわざと切ってたんですけど、どうせマルチプレイもできなくなってると思ってたんだけど、どうやらオンラインに繋がる状態だとゾンビがいわゆる多分だけど、そのリアルタイムでゾンビになってる人ではなくて、配置される系のゾンビがいるんじゃないかなと思うんですが、今ちょっと埃を吸い込んでしまいまして失礼しましたが、さあ目の前にいるはず。おー、やっぱそうだ。なんかよくわかんない人が増えた。人が増えたというか、生存者っぽい何か。うん、生存者とは言わないか。さあ、バッグを持ってる元生存者。よし。さあ、やっつけたところでよかった。あとね、ちょっとゲームパッドのスティックの調子がかなり悪くて、なんか、反応が鈍かったり、なんか勝手にパパパッとカーソルが動いてしまったりして、かなりピンチなのですが、そろそろ修理に出した方がいいかな。うん。さあ、これは？なんとか、ジャックさん。おそらく、ゲーム中に用意されてるモブキャラみたいなやつじゃないかなと思うんだけど。お、何もないの？マジか。じゃあ、普通に、世界のどこかで亡くなった人なの？そういうのある？以前というか、前世で、あんな感じで、おお、元生存者が襲ってきてて、彼らから弾薬とか回復アイテムをゲットしたんですけど、おお、ネズミか、びっくりした。脅かしやがって。うん、大丈夫そうかな。うん、そういえばこの辺りって結構いろいろ閉まってましたけど、かんぬき、南京錠とかはなかったよね。こっちの方にもロックがある。磁気カードキーが必要。磁気カードキーって、とりあえずチェック。カードキーが必要。うん、結構なんかいろんなところがまだ封印されてる。うん、よし、じゃあ一旦戻って話進めていきましょう。さ、ただいま。というわけで、じゃあ、早速続きやっていきましょう。じゃあ、前回行った、ブリックレーンマーケット？マーケットストリートじゃなくて、なんていう名前だろう？この前行ったところは。ロン・フリードマンのフラット、これだ。残りアイテムは、火炎瓶とチョコレートぐらいしかないから、なんかすごく重要な弾薬とかはもう残ってなさそうかな？まだ監視カメラがもう一個あるっぽいぞ。うん。監視カメラハブどこか見落としたっぽい。2番目がないやん。バッキンガム宮殿の2個目もあるし、ビクトリア記念碑の2個目もまだ起動できてない。結構見逃したのかな？うん。OK。よし。じゃあ、どうしようかな。とりあえず、街中では高い場所を探すように心がけろ。ゾンビははしごを登ってこれない。よし。私の知る限りではな。お、なるほど。ゾンビははしごを登ってこれない。うん、うん。そういうのから例外が出てくる可能性。よし。じゃあ、行きましょう。よし。おっと、びっくりしたそうだった。ここゾンビがいっぱいいるから、ついつい、だけど、お、さあ博士が待ち構えているから、じゃあ渡してあげましょう。待てよ、何かが起こるとも限らないから、とりあえず逃げる算段だけはつけておいた方がいいかな。
じゃあ本を渡しましょう。よし。感染の研究を見つけてくれたのか。こいつは役に立つぞ。私がもっと早く手を打っていれば。いや、努力はしたさ。実際研究は進んだ。しかし生き残ったものは生物ですらない。死んでいったオメガグループの同僚たちはかえって幸運だったかもな。うん、何、どうした、セリフ長えな。手紙を7つ集めて博士に届けろ、結構多くない？どっかのなんとかボールじゃないんだから、7つ集めれば治療薬が完成するぞみたいな。治療薬というからにはゾンビ化した人たちを治せるということなんでしょうか。結構意外な感じですけど、 D の手紙ときたか。うーん、今まで結構プレイしてきてさ、割と進んだかなと思ってたけど、これからみたいな、結構きつーみたいな。うん、彼らを治せるなる、いや治すときこれさ、どうやって3体同時に閉じ込めたの、これすごくない、今更だけど。うん、拾う、おっ、うん、監視カメラで手紙の持ち主を見つけろ。ちょっと待って、じゃあ D の手紙ちょっと読んでみるから。この場合は、なんだろう、ノートかな？で、D の手紙、あった。さあ、D の手紙のおそらく1枚目だと思うんだけど、さあ、ジョン・ D が生前、フランシス・ベーコンに宛てた最後の手紙。D は、ジェームズ1世に警告したようだが、そのために魔術師の汚名を着せられてしまった。彼はベーコンにパナケイアの研究を続け、コードを守るように依頼している。コードというのが、さあ、1607年9月28日に書かれた手紙らしいけど、その頃にコードみたいな、コードってどういう訳をすればいいんだ、暗号とかそういうこと、あの魔術メーター、なんていうか、ブラックライト的なもので描かれた模様のことかな。さあ、さっき言った通り1607年の話で、フランシスへ、我らがエリザベスが逝去したことで宮廷での恩恵は、恩寵は失われた。伝えようとしても緊急の警告は無視された。女王陛下を失ったことで私の影響力もまた失われてしまったのだ。君はジェームズ一世に贔屓にされているようだが、彼は私を異端扱いし、黒魔術師呼ばわりしている。モートレイクの住まいと書庫は略奪され、数千の原稿が失われた。数世紀分の知識が恐怖と無知、ただそれだけの理由のために永久に失われてしまった。もう私が頼れるものはない。体調は思わしくなく、忍び寄る死の足音は日に日に大きくなっている。しかしそんな中にあっても、我が友フランシスよ、君だけは味方でいてくれるはずだ。医大における君の地位は安泰だ。どうかイギリスのためにパナケイアの研究を続けてくれ。最も暗き時代に備えて我らが子孫にその準備をさせるのだ。大天使が予言したように、その時は必ずやってくる。私がこの世を去ったら、直ちにモートレイクへ行き、コードを守ってほしい。この大災害から得た知識を紐解くには、このコードを使うより他はない。ジョン・ディー。と、書かれている。うん。この、ジョン・ディーの手紙がゲームパッドの方に映ってるんですけど、その、なんていうのかな。手紙の中に、怪しげな記号と表がちょっと書かれてるんですよ。
これをな、あのゲーム画面というか上画面の方に出せればいいんだけど、これはちょっとメモっておいた方がいいのかな。あのでも対応表みたいなものはなくて、なんて言えばいいのかな、電卓の場所みたいに書かれてるから、ちょっとこれはどうにかしてメモっておきたいな。じゃあちょっと待ってください、これあのメモっちゃいますから。よし、さあというわけでメモしたんですけど、悲しみのお知らせ。これね、いわゆる数字の対応表かと思ったんだけど、どうやらただの羅列の可能性があるかも。なんか同じ記号が何回か出てきてるんですよ。記号が6種類ぐらいあって、それが12マスの中に並べられてる感じで、そのまま数字に対応できる雰囲気ではない感じかな。うん、その6種類の中から数字を当てろとかだったらわかるけど、ちょっとそのまま対応表ってわけにいかなかったかも。というわけで、さあかなり回り回って特にヒントになることはなくてという話。よし、じゃあ次行くところはどこかというと、監視カメラで手紙の持ち主を見つけろを続けていきましょう。お、なんだ、ちょっと不気味な映像を出すのやめてくださいよ。さあ、え、また敵だ。またか。なんかネットにつなぐと必ず出てくる。しかも特に何もないっていう。なんだっけこれ。俺今までこれ調べてなかったっけ。ジョンへ、あなたには悪いけどこの解釈には賛成できない。あなたは黒の予言を全てを白紙に戻すものと解釈しているようだけど、私やロンやみんなは予言を救うために役立てるべきだと思っている。傍観者を装うのではなくね。この前の会議で私とロンが反対したことに腹を立てているんでしょうね。でも私たちは万全を期しておきたいと思ってるの。地球温暖化の問題と同じで、仮に私たちが間違っていたとしても、少なくとも世界をより良くしようと努力したことになるわけだし、でも私たちが正しかった場合、迅速に行動しなければ世界を危険にさらすことになる。あなたをのけ者にするつもりはないわ。あなたはそう思ってるみたいだけど、この前あなたがガッとなって言ったこと、本気じゃないって分かってる。それでも傷ついたけどね。あなたの経験は貴重よ。だからこそ真っ先にあなたに白羽の矢が立ったの。でも私たちは子供じゃない。あなたの意見もわかるけど賛成できないだけ。評議会からあなたに休暇を取るように伝えろと言われた。でも私はまだあなたを愛してるし、評議会から除外されていい気はしないとわかっているから、私の口から伝えるつもりはない。でも私もあなたの意見は生産的ではないと思う。議題にあった通り、治療法の資料を探しにクレルモンフェラーに立つわ。ガイフォークスナイトまでには戻ってくるから、アレクサンドラ宮殿に花火を見に行きましょう。最後に夜を一緒に過ごしてからもう随分ね。申し訳なく思ってるわ。うん、なるほど。プレッパーさんの正体と思うんだけど、それと恋人の話ってことかな。さあ、それがどうつながっていくのか、なぜ今更そんなものがあったのか、俺が見落としてただけかな。うん、そう思いたいけど。あ、そうだ、ゾンビ。まさか手紙から離れると毎回毎回音声が離れていくと思わなくて。さあ、誰かな。おお、あれ、知らない人だ。さっきと違う。見たことあるこの顔。俺じゃない。ちゃんとこれネットにつなげれば元生存者の人たちがここに出てくるんですね。結構しぶとい。さすがスコア1000だけ持ってるだけある。固くない。うん、チェック。ゾンビ化した生存者、拳銃用弾薬などを持ってる。おお、調べる。お、拳銃の弾をなんと19発を持ってる。すごい。あら、じゃあちゃんとネットにつなぐ設定をしておけばもっともっと楽だったんじゃないの。さあ、発煙筒2個とか木の板、そして回復薬台、あ、中だ。もろもろいっぱいもらえた。なるほど。
じゃあ、今まで損してたんだ。いや、だって Wii U でネットワーク繋いで遊ぶゲームなんてほとんどないから、もう切っちゃってたんだけど。もったいないことしたな。これで結構余裕ができてくるのかな？すいません、横滑りしちゃって。じゃあ、バッグから、発煙筒などもらったものを、ちょっと、入れ物に入れて、金属製の入れ物は、あと3つだけか。もうキャパシティがかなりないな。ハンドガンの弾19発、これは、うん。持っていった方がいいかな。で、メディパックはしまっておく。基本的に回復薬を使う状況というか、そんな状態になったらアウトみたいなところはあるけど、どうなんだろう。一個ぐらい持っていくべきなのかな。木の板はどうでしょう、これ。今まで役に立った覚えがないんだけど。よし、じゃあ、戻ろうかな。はい。よし、さあ、というわけで今回全然話進まないけど、ようやく進みそう。さあ、ブリックレーンマーケットに手紙のマークがついたから、うん、D の手紙、新情報、これだ。つまり、ハンブリーグリーンのブリックレーンマーケット、あ、違う。ブリックレーンマーケットのハンブリーグリーンに行くといいと。うん。なるほど。俺は最初に行ったところかな？うん。他には手紙のマークがついてるところはないから。うん。じゃあまずはこのブリックレーンマーケットに行きましょう。そこにいたか。宮殿で何をしてたんだ。まあいい。一つ考えがあるんだ。うん。宮殿に軍のキャンプがあると聞いた。仕切っているのはウェーバリー大佐という男で、デザートストーム作戦の時の私の上司だ。私の名前を出せば面倒を見てくれるだろう。いい武器や C4 爆弾が手に入るかもしれないぞ。うん。ブリックレーンのフラットで D の手紙を入手しろとともに、宮殿に軍のキャンプ。宮殿といってもどこだ？行ける場所なんかあったかな？もう一回起動。ん？なんで勝手に？あ、そっか。スティックがもうダメになってるから勝手に動いて。ってことか。うん。やばいな。満身創痍だな。バッキンガム宮殿の外ってことかな。どこに行けばいいんだろう。他に行ける場所がありましたか？どこかが開いたのかもしれないけど、場所がわからないしな。うん、今回はちょっと探索していく感じで行こうかな。よし。じゃあとりあえず木の板は収めておいて。よし。じゃあ行きましょう。とりあえずじゃあどこに行く？ビクトリア記念碑のあたりに目的地マークがついてる。なんでだろう。ブリックレーンマーケットではないのか？よくわからん。ビクトリア記念碑に行きますか。お、OK。どうなるこれ。暗い。陸軍の武器庫を襲撃しろ？あ？ちょっと、どういうこと？なんとかバリー大佐になんか助力を仰げ的な話ではなかったんでしょうか？陸軍の武器庫を襲撃しろ。さっぱり言ってる意味がわからないけど、絶対すごい抵抗に合うでしょ、それ。この辺り、マップがなかったんだっけ？わーい、久しぶり。こちら、レイブンズ・オブ・ディ。全生存者に次ぐ。ロンドン島の鐘の音を合図に避難を開始する。繰り返し。ロンドン島より避難を開始する。ソンドラ刑事、てっきり死んだものとばかり。まあいい、彼女の言ったことは忘れろ。レイヴンズは烏合の集団。何が避難、気を許せば殺されて物資を奪われるのがオチだ。うん、おそらくだけどプレッパーさんはこのソンドラとの深い関係があるはずだが、
え、このゲームって分岐とかあるの？もしかして。どういうこと？俺は一体誰の話を聞いて動けばいいんだ？おそらくだけど、じゃあ D の手紙っていうのを集めるのはサブストーリーになるのか、それとも分岐か。意外。一本道かなと思ってたけど、肩入れするキャラクターで話が変わる可能性が？うん。お、敵反応。あー、あったあった。そういえば、外に行ける場所あったよね。あそこか。南京錠だからここ開けられるのあってる。ハードキーはまだ使えない。あからさまにそこに、ゾンビ、アイテムあり、D の手紙って書いてある。ああ、ちょっと？すげえな、このプレッパーパッド。じゃあおそらくカードキーをゲットする話がどこかであるはず。うん。お。ショットガン用弾薬、カービン銃用弾薬などなど、金属製のいるものにたくさん入ってる。これは美味しいけど。よし、じゃあとりあえずここ開けましょう。よし、結構難しかったな。さあ、敵は5体ぐらい外にいるっぽい。うん、映らないか。いるかな。ここにはもう、あ、いたー。思ったよりもいたー。いや、これは叩けるか。後ろからは来てない。よし、オッケー。後ろ大丈夫。おお正直わーだろギャーだろ言いながら逃げ回りたいところだったけど、なんとか抑えた。うん、よかった。ここ最初調べて。なるほど、敵に襲われたらここまで来て叩きまくって、数で押し負けそうになったら上に逃げると。そんな感じでどうでしょう。で、起きて、暗くない？これでも明かりつけてるのか。で、右に行くと進行方向で、左に行くと帰れると。このルート取りは覚えておきましょう。え、あ、一回離れたからもう一回再検知した。なんかめっちゃ怪しいんだけど、そこ怖っ。じゃあ一応後ろ側もチェック。まあとは言ってもさ、基本的に敵がいきなりワッと出てくるから。うん、この正面方向にどうやら陸軍の武器庫があるらしい。しかしそんな指令一回も来てなかったのにな。大佐だかなんだかに助力を仰げっていうのと、手紙を発見してこいはあったけど。気づかれた？走ったせいか。うん、いるね。動物とゾンビ発煙と思ってる。これは？開いてるじゃん。マジか。うん、結構敵は反応するとみんなワーッと来るからちょっときついな。壁があるけど、お、なるほど、そういうこと。よし、とりあえずこれで急場しのぎ。お、動物
すごく反応がいっぱいあるけど、これ全部動物か？調べられるのは1体だけだ。大佐を使せ、武器コンテナのカードキーを持っているはずだ。ああ、もしかして大佐がすでにみたいな、そういう話？回収しろって書かれちゃってるし、ネタバレもいいとこじゃん。おお、ちょっと待った。マップの方にでかい丸が出た、そのあたりってことか。距離にするとわずかこっちの方向で20メートルないぐらいだけど、さあどうなるか。怖っ。他にでもないけど、ゾンビがこういうところをさ、よじ登ってくるってことはかなり多分にありえるから、どうしようかな。まさかの引っかかってる。かるぶってく。怖すぎでしょこの状況。倒したけどさ、拾えないし。お、いいぞ、すごい。もうちょい来たー。あ、鳥ミス。よし、オッケー。このゲームゾンビ倒すのすごい疲れる。さてと、怪しげな穴、どうしよう。前世の時はどうやってプレイしたっけ。あ、いた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 。ゾンビ、栄養ドリンク持ってる。ゾンビアイテムなし。ちょっと失礼。さっというわけで戻ってきました。今目覚ましのアラームをセットしたまま忘れてました。自分で起きちゃったからさ、オフにするの忘れてたんだよね。さあ、そんな感じで今回あまりにもグダグダがすぎるっていうか、これ今回やばそうじゃない？俺多分今回死ぬんじゃないかな。ちょっと待って、敵とか動物のマーカーが消えるのやめてほしいんだけど。もうちょい近寄って、敵に発見されればおそらく BGM が流れてくると思うから、それは当てにしておきましょう。ここなんで登れないんだ、意外。うっそ、どうしよう、怖くない？動物、ゾンビいる、動いてゾンビ。残念だ、ウェーバリーは善良な人だったのに。クエイトではもちろん、その後も私を助けてくれた立派な人だったんだ。立派な人だったんだ。そっか、やっぱりダメだったか。あの辺りにそのウェーバーさんだかなんだかがいるっぽい。これでも水中で戦えるのか。おるわー。あれをとりあえず、いやいや、構えてる場合じゃないよ。じゃあハンドガンをサイレンサー付きと入れ替えます。で、火炎瓶は戻して、ハービン銃、よし、とりあえずこれでしょ。よし。さあ、気づかれた。よし、やはり一体一体確実に。それゾンビがさ、水の中にいる間はどうなるんでしょう。一方的に攻撃できるのかな。お、
栄養ドリンクいらないな。いるね。あれもやっちゃおうかな。ん？なんかいろんな動物の鳴き声があってかなり怖い。チェックできるやつはどんどんチェック。金属製の入れ物。ゾンビ、寝てるゾンビが一体いて、動いてるゾンビ、あれが大佐かな？うん。あ、違う。寝てるゾンビが、どうやら、2体いて、片方が、おー、ドラム缶と一緒に来てるぞ、こいつ。怖すぎでしょ。この、鳥肌が立つわよ。どうなんだろう。やめた方がいいかな。うん。君子危うきに近寄らず。おい、びっくりした。クリティカルヒットみたいなやめてよ。いつものとどめを刺すが出ないからちょっと怖かったですけど。うん。オッケー。俺絶対どっちか起き上がるわ。あ、どけどけ。さあ反応は3体に絞られて、うん、動物、目の前に寝てるゾンビで、奥の方にもおそらくゾンビがいて、そのゾンビがどうか。そう、近頃の軍隊は全くなってないな。昔と大違いだ。まあいい、とにかく武器を手に入れよう。あいあいさあ。ふん。なんか嫌な予感。大丈夫、何もないね。ただちょっと音が周りでかなり、気のせいか。わお。さあ、あれがおそらく大佐。ちょっと待って。円がこの辺りなんだよね。ターゲットのマークが。まあいいだろう。でやっ。うん。敵反応なし。というわけで。調べていきましょう。おっと、普通に調べちゃった。じゃあ周りを見て、金属製のいるものだけかな。はい。お、動物の肉が入ってる。いらないな。そして大佐。メディパック台を持ってる。ちょっと待って。お、ちょっと待った。反応がある。ん？反応があるかと思ったけど、チェック済みのやつか。なんか微妙に動いてるぞ、あいつ。気づかなかったけど。俺はどうする？先にやっておくべきか。ちょっと、軽く撃ってみる。お尻を。待てよ、この赤いやつって何か爆発したりはするんでしょうか？気になるけど。わお。爆発自体は全然効かねえじゃん。消火、鎮火。ちょっと待って。なるほど、すぐあの爆発ダメージでやっつけられるわけではないっていうのはかなり
重要なデータかも。よし、さあもう一回調べて、カードキーゲットしましょう。よし、敵は来てないかな。さあ、お、増えた。来たところだね、の方向に一瞬影が映った。近寄ってきてる。あれ、反応が鈍いぞ。お、なんかどうなってる。索敵しづらい敵か。ここに行っていて、なんか怪しいぞ俺。なんかおかしいこいつ。やったっぽいけど、なんじゃこりゃ。命中精度アップグレードを持ってる。いやいやいや、ちょっと待って、こういうさ、敵出てくんのマジでやばくない？一応ショットガンのご利用してなんとかなるってのはよかったけど、ハンドガンとかちょっと外したらまずいか。あの、今更だけどさ、ハンドガン構えて撃つじゃん。で、すぐプッシュとかできんのかな。一応できるね。で、リロード中にプッシュ。あ、できる。うん。なるほど。弾を外したときはこれでなんとか相手を押し返して、みたいな感じかな。カービンライフルとか、こういうやつではかなり重要なテクニックかも。ただ一部の武器はそのリロードモーション中にこれがパッとできて、その廃墟モーションとか、そういうのをキャンセルしてやりとかできるのかなっていうのはまた別だけど。すげえビビった。なんか、無双シリーズでパワーアップしてる武将みたいな感じで。超ビビったぞ。ビビりすぎてなんか声が、トーンが上がらない。マジか。ああいうの出てくるんだ。しかもなんかあの、レーダーに映りづらい。ステルス性っていうかなんか、足が速くて、レーダー圏外に行っちゃうみたいな感じ。マジかよ。勘弁してくんねえかな、そういうの。ただでさえきついのに。さあ、目の前、アイテム。発射速度アップグレード。これは欲しいけど、あからさまにこの場所怪しすぎる。うん。オッケー。今回めっちゃグダグダっていうか、グダグダしててよかったかも。いつも以上に用心して立ち回ってるからね。じゃあ一旦戻って D の手紙チェックしましょう。ハービンライフルのままでいっかな。ついさっきはショットガン使っちゃったけど、普通のハンドガンとかで止められればいいんだけどさ、スーパーアーマーとかでどんどん押し切られたらかなりまずいよ。カードキーを使いたいけど、これはどうなんだろう。赤い線が出ないけど、やったな。持てるだけ持って隠れ家のセーフボックスにしまうんだ。なんか嫌なこと言った今。これは割り込んで悪いわね。私たちレイブンズ・オブ・ディはロンドン島からの避難を計画していて、戦力をかき集めているところなの。協力すればこの町から出られる。うん。避難勧告、C4 爆弾を見つけろ。名前忘れちゃった。ソレントさんだっけ？名前はちょっと思い出せないんだけど。何？襲われるの俺。バッグ。4つスペースがある。
どうなるこれ。さあリロードして。うん、どうやらお目当てはこれだったらしいんだけど、これを取っていいものか。現時点で何か嫌なことが起こるのに。うん、目の前に C4 爆弾っていうのがあるんだけど、これね、おそらくだけど何かがイベントが起こる可能性があるから、物資だけ持って一旦戻りましょうか。火力アップグレード、そして弾とか持てるだけ持つ。買い替えてもいらない。お、なんとか全部収まった。よし。で、C4 は、覆っておきましょう。うん。これで一旦戻って、アイテム整理。さあ、無事に戻ってこられましたが、おっと、またか。うん。さあ、例の場所に、敵がまた再配置されてる。ボーナスキャラクターだと思ってもいいのかもしれないけど。外に行く前にモニターを確認するんだ、うん、君がハッキングした監視カメラの映像が見られるから必ずチェックしろ。生き延びるつもりならない。うん、なるほど。さあ、今回の戦利品はいろんな弾薬が手に入る。これはかなり嬉しい。さてと、基本的にはショットガン以外の弾薬はしまいたいけどしまえないっていう。とりあえずチョコレートとかケーキ類は捨てましょう。効果が低いものはどんどん捨てて、メディパックチューもいらないかな。うん、オッケー。ハンドガンの弾はどうしよっかな。これから結構激戦が始まる予感。さっきのような強化された敵が出てくるとなるとちょっと話が変わってきますよ。もともとヘルメット持ちだけでもかなり強くて大変だったんだけど、さっきのは普通にビビってやっちゃったけど、一応バッドでやっつけられるのかな。いや正直なんか最初なんだっけ、燃えてるように見えたんだよね。で、なんていうか爆発するみたいな、そういうイメージが一瞬よぎったから普通に銃で攻撃しましたけど、水の中にいたからとかそういうことはないでしょうね。よし。お尻叩く。よし。うん。何もない。おそらくだけど、これも。リアル生存者ではないと思うんだけど、調べられないし。メッセージ、信用するなって書かれてる。普通に、あれ？でもなんかネットワークってサービスが終わったんじゃなかったっけ？残ってるもんなのか？まあいいや。いやしかし一旦今回はここで一旦区切っておこうと思うんですけど、今回ほどグダグダだったことは未だかつてなかったと思う。いろいろなんかこう、たどたどしい口調だし、実況もできてないし、ついビビるとね、なんか無口になってしまうタイプなので、ここはちょっと頑張ってテンション上げていきたいけど、ギャーギャー言いながら、我を見失ってもしょうがないしなと思いながら。うん。さ、というわけで、とりあえず D の手紙は1個だけ回収ができたので、その辺は良かったでしょう。で、あと、これからどうするかだな。話がちょっと怪しくなってきた。 D の手紙を回収しつつみたいな、どっちがいいんだろう。フレッパーさんは頼りにしたいところだけど、手紙を集めきると治療薬が完成して何かいいことがあるんじゃないかなみたいな、そういうこともあるんだけど、俺はちょっと悩むな。うん、よし。まあ、とりあえず一旦ここで、区切っておきたいと思います。かなり今回はグダグダな上グダグダで、本当に申し訳ございませんが、また次回よろしくお願いします。